福岡県立福岡工業高等学校は、福岡県福岡市沢楽新江2丁目にある京学の県立工業高等学校。1896年3月に創設され、西日本の工業高校では最も古い歴史を有する文武両道の精神がある。部活動においても水球部の毎年の全国大会出場や野球部、卓球部等の運動部の活躍のほか、 グリークラブの全国高等学校、総合文化祭出場やロボット競技同好会の活躍が目立つなど、部活動が盛んな学校でもある。食堂が設置されている。毎年2月に開催されている、吹奏楽部の定期演奏会も、福岡市やその近郊地区で多くの支持を集めており、名物行事の一つとなっている。全日制定時制、水球部は1990年度に、 高校総体で初優勝し、第45回国民体育大会も制して2冠を達成した。1993年度に3年ぶりに高校総体で優勝した。2010年度には17年度ぶり3度目の優勝を果たし、2013年度の平成25年度全国高等学校総合体育大会でも優勝した。野球部は過去に春5回。 夏4回の甲子園出場経験があるり、三島一輝や中島拓也などのプロ野球選手を輩出している。中島は福岡工業高校で初めて高校在学時にドラフト指名された選手である。他のプロ野球選手は高校卒業後の進路先を経て入団している。福岡工業高校の行事は副校祭や体育祭などがある。 復興祭は3年に一度だけであり、体育祭は毎年10月上旬に土曜日と日曜日の2日間の日程で行われる。ありがとうございます。